日本三重県島市島町和具島町和具は三重県島市の地名。前島半島の中心的な集落で、同県鳥羽しの関東や大札と並んで、天の多い地域として知られる。島市の南部、前島半島の中央に位置する。北は、阿護湾、南は、熊野灘に面しており、両方に港を持つ。また、真崎島や和具、大島などの離島を有する。 中心集落は、ワグ漁港の北側にあり、住宅や商店が密集する。宅地の平均敷地面積は129平方メートルであり、憲兵率の規制はあるが、縦詰まり感がある。東は、島町伏せ電、西は、島町越がと接する。島市の北隣の戸橋にも東市島に、ワグという集落があるため、区別するために、島のワグ、 先島の和具と呼ぶこともある。和具では、障子百部および意けで円墳が見つかっており、石室や末木変異が出土していることから、古くから人が居住し、有力者がいたことがうかがえる。文字による記録では、島国島郡和具号三木改装六金や、島郡東資軍和具号と記された木管が、平城具跡から見つかっているが、和具号が当地域を指すとする説と飛ばし置きの、 東志島の和具であるとする説があり、はっきりしない。当地域に関する記録であることがはっきりしているもので、最古のものは、下元三年の、登録渡り草目録に記されたもので、石棺化、渡り量、管学飲料であったという。戦国時代には、島十三寺島の一人、青山氏が勢力を伸ばし和具に居城を構えた。この城は、和具取りと呼ばれ、 540メートルの規模があり、7台が寄った。青山市の初代、青山小平太は、略王年間に、紀国から守護に招かれ和具に来たという。子孫の青山豊前は、永6年間に、久喜義高の家来となって、久喜聖を名乗り、著しい軍港を挙げた。久喜市の家督争いで天保になった際は、義高の孫、久高に従い摂津国三田藩へ移った。 1532年頃、矢野能村から4個の農民が生活困窮のために、正木島へ移住した。こうした経緯から、正木島は、距離的には、阿ゴ町の方が近いが、島町和グに属している。江戸時代には一貫して和グ村として、阿ゴ群浮方組に属し、鳥羽藩の配下にあった。教法11年の、 村差し出し町では村高538.676国、延長3年の記録では551国とある。主に漁業で生計を立てており、高知は稲作に不向きでサツマイモなどの畑作が中心であった。このサツマイモは、阿賀湾対岸の浮かたや浜島の農民と取引され、みかん、飴、餅が和具にもたらされた。折木の松公園、明治時代に入ると、 町村制施行により、単独村制を敷き、1939年に、和具町に、昇格、二度の大合併を経て、現在に至る。大正時代に、住民の生活水準が向上し、美玉通りに焦点が立つようになった。1960年代頃より、沼地や湿田を埋め立てて、宅地造成が進み、有水地が失われたことで、 昭和50年代には、年4から5回のペースで、浸水被害が発生するようになった。浸水はあったが、行業が好調であったため、ビ玉マ通りは、町の中心として賑わっていた。2009年3月29日、片田村出身で、アメリカ合衆国へ渡った、伊藤織機が、親戚に送った、織木の松の周囲が、織木の松公園として整備され、一般開放された。 これは、河川改修、防災公園整備、緑地整備の3事業からなる、洪水対策の一環で、枝川改修によりビダマ通りの冠水が発生しなく、なった。島市島町片田にある新御院第5派の山蔵寺で、所蔵されている山蔵寺文書によると、矢野村から解消され、和グ村になったという、盗賊に襲われ、 矢野大村から、正木島へ移住しなければならないほど困窮した地域が、回復し、平和になったことから、ワグに解消されたという。ワグという名前の由来は定かではない。宇方町の中村忠氏には、友人から聞いた話として、ワグの人は騒ぐのが好きだったため、近隣の人に、騒ぐという地名をつけられてしまったが、ワグの人は忘れん坊でもあったので、 さわぐからさを忘れて、わぐとなったという説を紹介した。さらに中村は、わぐにある古墳に、大枠後命の弟である、おつ枠後命を葬ったものがあり、おつ枠後命の、枠後から、わぐという地名が付けられた、との辞説を披露している。地名研究家の池田末則は、わぐを、は、イコール輪、または、なぎないしなぎさ、ぐイコールところであろうか、と解説している。 また吉田茂は、ワグを、脇と解釈した。2019年7月31日現在の、世帯数と人口は、以下の通りである。1745年以降の人口の推移。なお、2005年以降は、国勢調査による推移。1745年以降の世帯数の推移。なお、2005年以降は、国勢調査による推移。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ワグ漁港ワグ漁協水産物にさばき施設水産業、及びそれに関連した水産加工業や造船業が基幹産業である。ワグの南側にあるワグ漁港は漁業基地になっており、伊勢エビやワビカツオタイなどの水揚げがある。高木は、島市内の漁業センサスをもとに分析し、 島市の漁業の中心は、和具と浜島の2本柱であったが、2000年代には、浜島の漁業が衰退したため、和具1本になったとしている。農業では、野菜や、サツマイモの生産がある。和具漁港は、三重県島市島町和具にある第4種漁港。三重県が管理する、三重外湾漁業協同組合島市所の機関港である。 高木秀和の漁業センサスを用いた分析によると、島市の漁業の中心は、和具と浜島の2本柱であったが、浜島の衰退により、島市の漁業を支える1本柱となった。同名の第一種漁港が、三重県鳥羽市沖の東島にある。明治時代までは、天然の漁港であったが、明治末期から大正期にかけての台風による、堆積作用で、港の機能は、 壊滅的な被害を受けた。1939年からは、県の事業として、港湾整備事業が開始されるも、第二次世界大戦により、中断、終戦後の1951年7月28日に、第四種漁港指定を受け、整備が完了した。2006年現在、漁協組合員数624人、所属漁船513隻 水揚げ高2062.3トンである。地域活性化の一環として、三重県外からの漁船を誘致しており、高知県や宮崎県からカツオやマグロの漁船が入港、水揚げしている。東京文理科大学教授の青野次郎は1936年に発表した研究で、和具は、三重県における、沿用漁業の東源であり、農耕地が狭いことと、沖合いを、 黒潮が流れていることから、カツオを中心とする、塩用漁業が成立したと説明した。これゆえに、塩用漁船の不変度は、房総、伊豆両半島に勝ると結論付けている。マサ島は、阿ゴ湾内の有人島。湾内の位置はやや北寄りで、島半島先端部にある、和具寄り、紀伊半島本体にある浜島や阿ゴに近い。 91世帯266人が暮らす島で、真珠養殖と、イワシ漁が盛んである。アゴア湾が多頭海である典型を示すように東に、連なる天道島、小天道島などのそれぞれの距離は100メートルと離れて、おらず、これらの島々の周辺にはびっしりと、真珠養殖イカダが浮かぶ。 北緯34度17分20秒統計136度48分50秒北緯34.28889度統計136.81389度34.28889136.81389座が島は顎案内の無人島で最下島と表記することもあるワグのすぐ北側にあり最近節部の距離は百メートルもない 北緯34度16分33秒統計136度48分16秒北緯34.27583度統計136.80444度34.27583136.80444等内には三重大学大学院水産実験所や新珠養殖の作業小屋などがあるが常住する住民はいないかつては 大阪大学はグリン海学者も設置されていた。この学者は、同学出身の医師が当時無意村だった、ワグの住民を救ったことから1949年に設置されたという。しかし、老朽化などを理由に、大阪大学は弊社を決定2009年3月31日をもって運営を終了した。島の周辺海域では、 新ズナギという鈴木目の新種が発見された。大島、小島大島は、三重県島市の太平洋上にある無人島。各地の大島と区別するため、和具大島とも称する。島町伏線の広の浜の沖合2 5トルにあり、面積は0.02平方キロメートルである。八雲神社が所有する私有地で、住所は、 三重県島市島町四千4186である。北緯34度13分52秒統計136度48分46秒。北緯34.23111度統計136.81278度。 34.2311136.8127830件指定天然記念物の和具大島団地製砂防植物群落1月22日指定があり、浜湯の花が咲く。毎年旧暦6月1日に開催される潮かけ、祭りは、正式名を、大島祭と言い,い、本土の役雲神社から、一木島姫の命が、 島内の大島神社へ帰ることを祝う祭りである。北東約500メートルの本土寄りに、小島があって、大島と同じく浜湯が群生し、浅瀬が多く高校の難所である、熊野灘、伏田水道の南端に位置する。小島は、和具寮であったが、現在は隣接する島町伏田に属する。 北緯34度14分11.5秒統計136度49分0秒、北緯34.236528度統計136.81667度、34.236528136.81667両島は、浅瀬と岩礁に取り囲まれ、付近は、伊勢エビをはじめアジやサバなどが取れる漁師、天の工業場で、ワグの金蔵とも呼ばれる。 大島のさらに南にはなる上、平野島、上野島の岩礁が存在する。鉄道は通っていない。道路に関しては、福音が狭く、対向車の行き違いが、難しい区間が多い。北部に、船着き場があり、島マリンレジャーにより、以下の定期船が就航する。正木島以外の離島への渡船はなく、訪問の際は、漁船等をチャーターする必要がある。 島文化会館、島市役所島市所役も神社ワグ観音通り等にある、施設は離島の節を参照。ワグ町に関するカテゴリー、ワグ村に関するカテゴリー。ありがとうございます。